11月2日の日曜日、中央卸売市場で第24回市場祭りが開催されました。市場ならではの新鮮な水産物や野菜、果物が並ぶとともに、親子向けのイベントなど様々な催しも用意され、今年も多くの来場者で盛り上がりました。午前8時30分、開会式が行われ、市場祭りのスタート。朝早くから市場内はたくさんの買い物客で埋め尽くされ、活気にあふれました。水産物の仲卸売り場では、荒巻鮭にタコやイカなど、真夜中から早朝にかけて全国各地で水揚げされた新鮮な水産物が並び、多くの買い物客が足を止め、吟味し、買い求める様子が見られました。同じく、青果物の仲卸売り場も大盛況。全国の産地から運ばれてきた野菜や果物、秋の味覚である松茸など、豊富な食材が所狭しと並びました。市場内に設けられた特設スペースでは、親子お魚チャレンジ教室が開かれ、たくさんの親子連れが参加しました。魚さばきにチャレンジした子どもたちは、普段握ることのない包丁と初めて触る魚に、最初は戸惑いながらも、親子で協力して慎重にさばいていました。他にも、イカの皮むきにチャレンジした子どもたちは、プロの魚屋さんに教えてもらいながら、きれいに皮を剥がそうと、集中して皮むきに挑戦していました。午前10時からは、青果物と水産物の模擬競りが続けて行われました。普段は業者の人たちしか入ることができない競り場では、新鮮な食材の数々に、参加した多くの人たちから水気の声がかかり、競りが始まります。競り落とし、箱詰めされた食材を嬉しそうに持ち帰る姿が見られ、本物の競りさながらの熱気に包まれました。午前11時からは、マグロの解体ショーが行われ、およそ45キロもあるマグロを取り巻くように、たくさんの見物客が集まりました。職人の手により見事に釣り下ろされたマグロに、子どもたちからも拍手と歓声が巻き起こりました。解体ショーの後には試食会も用意され、新鮮なマグロを味わおうと、長蛇の列ができました。本当に美味しそうですね。今年も多くの市民が訪れ、さまざまなイベントと買い物を楽しんだ第24回市場祭り。市場の熱気と新鮮な食材を楽しんだ貴重な一日となりました。